まあなんか例えば定食屋さん行こうよって言われたら、はい、いやそのまんまじゃん。でなんか翔平さんがいつもいや俺はなんかカレーチーズナン食いて言うんですよ、うん、で僕がいやチーズオムライス行きましょうよって言って行かすんですよ。なんもでしたら結局チーズオムライスうめえって言って、うん、チーズナンより良かったよみたいな、はい、やっぱ孫とすげえなみたいな言うて、いやそんな言わない。ちょっと待って、ちょっと待って、何撮影で疲れてんの、何の喜び話やねん。引っ越し回数は2回で捨てられなかったものは大量の服と靴とスニーあ、靴とキャップとスニーカーです。なんか照れくさいとこあったよね。恥ずかしい。ありましたね。恥ずかしかった。はい。まこっちゃんちょっと恥ずかしそうだったね。めっちゃ恥ずかしかった。吐きそうでした。はい。わかる。はい。まあ楽しみにしていてください。はい。はい、皆さん。